たらきっと自分はもっと一生懸命になれるだろうと思いながら一つ一つのことやってきたんですけど、多分その中で楽しむってことを忘れてました。こうやってそばで寄り添ってくれるみんながいるから、そしてメンバーもいつも周りで一生懸命全力でいてくれたりとか、スタッフさんもたくさん私たちのサポートしてくださったりとか、そうやって SKE48 をもっと盛り上げたいっていう気持ちでみんなで一生懸命にやってるのを近くで感じるうちに、来年もぜひ選抜総選挙に出たいなって、SKE にまだいたいなって思わせていただいています。そんなスラアカリが2016年、はい、何位目指しますか、過去最高順位